どうも山田牛です。昼4日目、うん、4日目だな。4日目になりましたが、今空港まで来ております。結局ね、ペルーのリマは、丸3日ぐらいかな、ちょっと少なかったですね。やっぱりね、もうちょいいた方が良かった。でも一応ね、行きたいと思ってたところは大体行ったんですよね。大体行けました。まあおかげさまでですけどね、行けたんですよ。で、何度も繰り返す通りですね、ラルコ博物館がもう秀逸でした。それから昨日の夜、最後の最後に行ったリマ市立美術館、ここはラルコほどではないんですけれども、なかなかの物量でしたね。ただ僕はその、ね、時間がなくて、最後1時間ぐらいしかない時に入ったので、大して見られなかったんですけど、まあもう一回来るならチャレンジしたいなと思いますね。でそしてチャンカイの、土器がたくさんあるはずの天野美術館3階は行けずじまいと。天野美術館はですね、そのチャンカイ文化の土器とテキスタイルと両方をめちゃくちゃ収集したらしいんですけれども、テキスタイルの方が、まあ、言ってみれば割とあんまり他で展示してない。土器の方はラルコもありますしね。それから、まあ、例えば市立美術館にもちょっとだけチャンカイありましたんで、天野ほどチャンカイたくさんないけど、ただもし面積的にどっちかしか展示できないなら、どっちを展示しておいた方が、世界的に貴重な展示物ってことになるかというと、実はですね、そのチャンカイの土器ではなくテキスタイルだったようで、天野さんの息子さんの代で、テキスタイルに切り替えようということで、2014年の改装の時に、テキスタイル美術館、博物館ということになったそうですね。で僕個人としてはもう断然土器の方、土偶の方を並べていてほしかったんですが、多分ね、天野さん自身も土器土偶が好きだったんじゃないかと思います。ただ息子さんの代になると、マーケティング的な視点も含めて、世界でテキスタイル博物館ってそんなに多くはないんだけれども、その中でもチャンカイに限ったテキスタイルっていう点で言うと、もう随一であるということで、まあ、収蔵庫の中からテキスタイルをブワーッと出してきて、でそっちをメインに、展示するようになったそうですね。そして土器とか土偶を見たいという人については予約して、3階の収蔵庫を見ることっていう、まあ、そういうことになってたらしくて、それを僕は調べられなかったんですよね。事前に分かってなかった。まあね、チャンカイの土器土偶をいろいろ見るつもりで、リマまでやってきたのに、結局それらが見えなかったというのだけが心残りでしたね。いろんなちっちゃなリマの土偶がたくさんあったのではないかと予想しておりますが、残念ながらそれらは見られるじまいということになってしまって、空港までやってまいりました。それで、僕初日にちょっとだけ話をしたんですけど、アビエント航空だったかな、航空会社の名前忘れちゃったんですけど、ロサンゼルスからリマに飛ぶときにですね、これはボゴタっていうコロンビア経由して飛んだんですけれども、航空会社は多分ですけど、途中どっかで僕のこうスーツケースをですね、開けて中をチェックしたんだろうと思うんですよ。でそれはなんだっけ、これは TSA だ。 TSA っていう鍵の規格があって、空港の職員が持ってる鍵でガチャッと開けられるんでしょうね。で中をチェックすることができるようになってるんで、 TSA の規格になっている、スーツケースをこれか、こう 見ると分かるのかな、これをこのマークがついてあるやつですね。で、を使ってるんですよ。長い間使ってるんですね。これドイツ行った時に買ったやつだから、だいぶ昔に買ったんですけれども、それがなんかですね、僕の暗証番号で開かなくなっちゃってたんですよ。でこのなんかスーツケースって、その鍵のロックするところをこうなんかだろう、動かしたまま番号を動かすと変わってしまうっていう仕様らしくて、で何回合わせてもですね、僕がもともと使っていたあの番号では全然動かないということになっちゃって、でもこれどうしようもねえなと思って、さっきちょっと映ってたかもしれませんけど、もうホテルのですね、人に
切ってもらったんですよ、これバチッて。だから今次からですね、今日はリマの高校から、パナマ行って、パナマで乗り換えてからアスンシオン飛ぶんですけど、その間ずっとですね、これ鍵ないまま、誰でも開けて OK ですよっていう状態のまま移動することになります。でも大丈夫かなと思いますね。なんかこう飛行機の、まあ、いわゆる下の方に荷物じゃんじゃん積むわけでしょ。じゃんじゃん積んでる間誰もこれを開けないわけですしね。だからまあ一番なんかあれだなと思うのは出てきた時ですよね。結局最終出てきたところでぐるぐるターンテーブルのところ荷物が回りますからね、回ってる時に誰かがおやこれ鍵ついてないんじゃないかと思ってしめしめっつって開けちゃうみたいなことがあるかどうかですね。入国審査とかしている間に、開けちゃう人がいるのかどうかですけど、まあ開けたとてですね、中に入ってるのは何か古ぼけた陶器とかばっかりですよなのでもう欲しいものあんまり入ってないんじゃないかなっていう気はしますから、もうこの度はこのまま続けようかなと思ってます。なんか後付けでバンドでね、鍵を閉めるバンドがあるらしいんですけど、でそれをどっかで買おうかと思ったんですが、もういいんじゃないかなと思って、ちゃんとファスナー閉まるんだし、このまま行こうかなと思ってます。なのでまあね、散々いろいろな人たちからアドバイスをいただいて、南米行くと何か起きるよ、南米いろいろ怖いかもよって脅されてきて、全然怖くなかったです。ペルーとても快適で、とてもいい人たちばっかりで、ご飯もめちゃくちゃ美味しかって、で全てなんかもう皆さんのアドバイスとは違うぐらい快適だったんですね。で食べ物も食べられたし、犬にも噛まれなかったし、狂犬病にもならなかったし、強盗にも遭わなかったし、全然大丈夫でした、安全でした。ただ唯一ですね、到着してすぐスーツケースが開かないっていう、これはもう南米の洗礼を受けたって思ってましたね。南米かどうか分かんないですよ。アメリカの職員が開けて鍵変えちゃったのかもしれないですしね、アビアンカ航空が開けて鍵変えちゃったのかもしれないんですけど、それだけでしたね。それだけちょっと面白いことが起きたなと思って、今のところですね、それ以上なんか変なことは起きてないということですね。ということで今日の夕方の便でパナマ行き、明日の早朝の便でアスンシオンへ向かいます。これからアスンシオン、そしてサンパウロからのヨーロッパ経由で日本に戻りますから、あと南米2都市ですけどね、何が起きるか怖いけど楽しみです。パナマに着きました。パナマ暑いですね、やっぱりね。冬だったペルーから赤道近くのパナマまで北上したことになりますので、降りた瞬間うわ暑っと思って、でパナマ運河があるだけあって、パナマ空港も割とハブになっているようで、このパナマで乗り換えて、ここから今度はパラグアイのアスンシオンへ向かいますが、時間は1時間しかないですよね。だから空港の中だけをちょっと散策するというようなことになっちゃいます。もうね、ここはなんて言えばいいんだろうな、乗り換え空港みたいな感じですね、見るところ。だからなんかこうイミグレーションの方と乗り換えの方ととか、なんか全然きっちり分かれてなくて、すっごいシンプルです。むしろほとんどの人が乗り換え方向に行くだけで、イミグレーションを使ってこのパナマの国内の方へ行くところは、今階段下に歩いていくとかあったんですけど、この下へ階段行った人だけが降りていくと。でも大半の人はそのまま2階を通って、乗り換えるみたいなことになってますね。でターミナルが2つあって、まあ100番台と200番台の数字がついてるんですけれども、延々続いてますね。延々なんつうんだろうな、まあ夜ですけど、もうすでに今わかりますかね、こんなような感じでそれぞれすごい乗り換えの道にずっとお店が続いてるんですね。時間はそんな真夜中ではないですね、8時半なので、
夜8時半ですけれども、まあまあいっぱい店があって、多分南米北米の要になっているので、両大陸を行き来する人は大体このパナマの空港を使うことになっているのではないかというふうに思いますね。いや、それにしても僕は今もあのターミナル1にいるはずなんですけど、ターミナル2でどれぐらい遠いんだろうな。一応ターミナル2って書いてある方へずっと歩いてるんですけどね、バス乗ってどっか行くとかいうんじゃないんだろうね。ひたすらターミナル1をですね、ターミナル2って書いてある矢印の方へ歩いております。次はアスンシオンでまたお会いしましょう。はい、アスンシオンに到着しました。眠いこれから3日間お世話になる部屋に、到着いたしまして、まだ明け方なんですよ。外ももうまだ暗いの分かるかな。寝ます。とりあえずね、2、3時間仮眠するということにしたいと思います。